皆さんこんにちは、トミンゼワの魅力ボーイ、トミタクです。今日はくら寿司久しぶりにやってきました。なんかタッチパネル上じゃなくて下になっておりますね。はい、それではあとはナレーションでお送りします。はい、まあタッチパネルになってます。はい、上じゃなくて下、こう取り外せ可能です。はい、はい、ナレーションももちろんキングタクが送りますします。北海道牛、いきなり牛ですね。お、くら寿司はマグロのつくね美味しいですね。卵に合いますね。家でも作りたいね。はい、金華サバ美味しそうですね。はい、金華サバ、うん、白物いいですね。豚しゃぶ、大根梅うどん、うん、さっぱりしてますね。あとはトロはとろけて美味しいね。はい、ミコチキン、実は母親と一緒に分けて食べました。いやー、サックサク。オートロ、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 DJ の言い方ですいません。はい、くら寿司はですね、今回ね、タッチパネル変わってたんです。場所が変わっただけです。なっといえばやっぱりうなぎでしょう。はい、うなぎが本当に土曜の牛の日まであと少し。あー、4つだけども2個だけ食べちゃった。すいませんね。はい、あとは鉄火巻きとネギトロ鉄火巻き、どれも美味しいですね。はい、あとはすき焼き、すき焼き大好きです。はい、あとは小肌、肌がいいね。くだらないダジャレですいません。ダーフライ、はい、天ぷら、どれも美味しそうですね。エビだの、イカだの、皆さんはどっちの天ぷら寿司頼みますか？どっちでもいいでしょうね。はい、ミート、北海道牛のユッケも美味しいね。はい、さらにさらに、なめろうもいいお寿司。あとデザートはミルクレープとおさつまいも団子、韓国で有名なスイーツでございます。母と2つくらい食べて、私3つ食べました。というわけでナレーターのキングタクがお送りしました。北海道のお芋ボール、あ、真ん中、何や、これって何、もちもち、文字は分かるけども、な、中身もなんだな、もうそれ気になる、うん、中身何や、いいな、紫芋のあん、うん、いいな、うまい、なんだか知らないけど、うん、いいな、じゃあ、バイバイ。